こんにちは。今日はこちらのユンハンスマックスビルを触っていこうと思います。このチャンネルでは主に時計に関する情報を発信しています。他にも動画がたくさんありますので、時計がお好きな方はぜひチャンネル登録をお願いします。さて、今回は実機レビューの動画です。こういったですね、マニアック系の時計の実機レビュー動画は、正直あんまり再生されないとは思うんですけど、でもネットでまさにこのモデルを買おうかなと、この動画にたどり着いた方なんかにとっては、絶対に参考になったなと思える動画にしていきますので、ぜひ最後までご覧ください。というわけで、ユンハンスご存知でしょうか？世間一般的には時計ブランドとしては知られていない方の、マニアックなブランドだと思います。ただですね、そんなユンハンスのこちらマックスビル。このモデルはですね、時計好きが惚れる魅力が詰まっています。私ごときが僭越ながら、このユンハンスマックスビルを一言で表すとしたら、機能美ですね。この手巻きのモデルはケース径が 34mm と割と小さめなんですね。それでも時計として最も重要な視認性を担保するために、ベゼルを極限まで薄くして、文字盤が時計のケースいっぱいに広がっています。ちょっとですね、このモデルは風貌がドーム型なので、いろいろ映り込んでしまって、なかなか動画で綺麗に時計をお見せするっていうのは難しいんですけども、それでもですね、なんていうか、スタジオで撮られた本当に綺麗な一面だけを捉えた写真、カタログの写真よりもよりリアルな雰囲気を感じ取ってもらえるんじゃないかなと思います。で、このマックスビルの何よりの注目のポイントがあって、それがこの針ですね。このドーム型の風貌を持ちつつも、ちゃんとインデックスのバーの方までしっかりと針が指し示すように針の先がキュッと曲がってるんですね。ちょっとこれでは分かりづらいと思うので、時計を外して後ほどもう一度お見せいたします。つけた感じはどうでしょうか？現代の大きな時計に見慣れていると、なんか 34mm ってすごく小さく見えますけど、綺麗めなお洋服なんかにはこれぐらいがしっくりきたりします。こういった感じなシンプルな作りです。それでは詳細を見ていきましょう。はい、改めまして今回ご用意したのはこちらのユンハンスのマックスビルの手巻きのモデルです。実はですね、こちらは在庫ではなくて、オーバーホールをご依頼いただいた際に、台車ならぬ台時計として有料で貸し出しをしているものになります。とは言ってもですね、ほぼほぼ往復の送料だけなんですけど、2000円でプラス2000円で貸し出しをしています。今回ですね、戻ってきた、たまたまタイミングがあったのでレビュー動画を撮ってみました。こういった感じでシンプルなんですけども、独特な雰囲気、特にヴィンテージな雰囲気を持ち合わせてますよね。それもそのはずで、このユンハンスのマックスビルはお名前そのまま、デザイナーのマックスビルさんが1962年、今から59年前にデザインした、ほぼそのままの当時の形で復刻したモデルになります。文字盤は結構いろんなバリエーションがあるんですけども、今回ご用意したのは個人的に最も可愛いと思っているアラビア数字に黒文字盤ですね。このですね、何とも言えないフォント、特にですね、4とかですね、見えますでしょうか？めちゃくちゃ可愛いです。そしてですね、先ほども申し上げた通り、分身とか秒針はこのアラビア数字のその先のバーの部分までしっかりと指し示すように、ドーム型の風貌の端っこにぶつからないようにキュッと曲がってるんですね。わかりますでしょうか？こういった感じです。小さい時計でもしっかりと視認性を求めた結果のデザインですね。この61に記載されている通り、メイドインジャーマニー。これぞドイツ製品。無駄な装飾をなくして合理性を追求した合理主義的、機能主義的なデザインです。横から見るとですね、薄いですよね。シャツなんかの袖口にも余裕で収まります。そして裏蓋にはこんな感じでデザイナーのマックスビルさんのサインが刻まれております。中身のムーブメントはスイスのエタ社の 2801-2 が搭載されていますね。 28,800 振動でパワーリザーブが38時間、必要十分な性能があります。こちらはですね、定価が税抜きで122,000円で、並行輸入品が6万円ほどで、中古だと4万円ぐらいで推移してますね。では少し動かしてみようと思います。
まあ、動かすとはいえですね、日付すらないシンプルなスタイルなので操作も簡単です。リューズを引くと秒針が止まりますね。これはハック機能ですね。この機能がついていることで時間を秒単位までぴったり簡単に合わせることができます。で、日付がないのでこの時計には午前午後の概念がありません。今が8時20分でも20時20分でも何も考えずに8時20分に合わせてやれば OK です。ちなみにですね、このモデルは手巻きなのでゼンマイをリューズで巻き上げてやる必要があります。手巻きの時計は自動巻きの時計と違って毎日つけていたとしても腕につけている時だとしても容赦なく止まってしまいますね。で、まあ手巻きの時計を巻く時のちょっとしたコツみたいなものがあって、これはまあ時計屋さんでも気にしない方もいたりするんですけども、巻いたらですね、ちょっと手前に戻す、巻いたらちょっと手前に戻すっていうのを意識してみてください。別にですね、戻しても戻さなくてもゼンマイは巻き上がるんですね。なので結構細かい話ではあります。一回だけやってみるんですけども、リューズを巻いて戻さないとこんな感じで結構大きい音がしますよね。これはですね、まあ、ざっくり言うと歯車とストッパーがあって、で、その歯車っていうのはリューズを手で戻しても戻さなくても、まあ、自動でこう戻るんですよね。で、その時に、まあ、自動でこうバーンって戻してやるとですね、ストッパーに勢いよくぶつかって、まあ、ストッパーの方も歯車の方も消耗してしまうので、まあ、より時計を長持ちさせようと思ったらリューズをですね、手でゆっくりとこう戻してやるっていう作業が必要になります。まあ別に1回や2回戻さずに巻いたところで何かすぐになるわけではないんですけども、まあ、手巻きの時計の巻き上げっていうのはまあ毎日のことなので小さい積み重ねが大事ですよね。これをですね、少しでも優しくしてやろうっていうことで巻いたら少し戻す、巻いたら少し戻すっていう、まあ、ちょっとした心遣いで時計が長持ちします。手巻きの時計をお持ちの方はなんとなくでもいいので意識してみてください。最後はちょっとこんな感じでイメージビデオじゃないですけども、ゆっくりご覧いただければいいかなと思います。価格的にはですね、まあファッションブランドの時計を買うぐらいの予算があれば狙えちゃうぐらいの金額なので、どうでしょうかね。まあ中身のムーブメントはスイスのエタ社のものですし、手巻きの入門機としてもいいですよね。デザインの方も、まあ、マックスビルさんが約59年前に手掛けたものっていうだけあってめちゃめちゃ雰囲気があります。まあちょっと通販番組みたいになってきたんですけども、まあ、私はこれ別に売ってるわけではないので、まあ何かしら興味が出たよって方はですね、まあネットとかで探されるといいんじゃないかなと思います。参考のですね、まあ、URL なんかは動画概要欄の方に貼っておきます。はい、いかがだったでしょうか。今日はこんな感じでユンハンスのマックスビルを触ってみました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。